魂が何度も再生を繰り返し学び続けようとするのは何のためですか。あ、このご質問は多分仏教の輪廻転生ですね、死んでまた生まれ変わり、そしてさらに生まれ変わり、延々とこう輪廻していくという六道輪廻の輪廻転生の仏教上の思想を信じている方の質問ですが、でその質問をもう一回繰り返しますと、魂が何度も再生を繰り返し学び続けようとするのは何のためですか。何のためですかっていうか、この輪廻転生が確かにあるって証明できる人はですね、冷静に考えると誰もいないんで、まあ、輪廻転生を信じている人の質問ということで前提ですが、さらにその学び続けるのは何のためですかっていうことですから、この方は要するにこの輪廻転生でいろいろとこうたくさん経験すること、たくさんの書を経験することを何らかの学びだと捉えていると思うんです。でそういったの傾向っていうのは確かに仏教ヨガのインド思想にあって、何度も何度も輪廻を繰り返しながらですね、最終的には人格の完成、さっき下脱悟りってものを得る、そのために輪廻を繰り返してるんだと。これを別の表現で言うと、全ての生き物には未来にブッダになる可能性、仏性があって、全ての生き物の最終状態っていうのはみんなゴータマシッダッタと同じブッダの状態なんだと、まあ、地球人類は未来の仏の社会の先祖なんだという考え方にもなります。あ、一応言っておきますが、仏教界全体がこの思想で統一されているとは限りません。人は悟る人と悟らない人がいるっていう、そういった考え方の人もいますけど、しかしまあ、開祖ゴータマ・シッダッタ・シャカムニがですね、これからずっと先の未来で人間の寿命が100歳、500歳、1000歳ずっと伸びていった、その果てに8万歳になった時に自分と同じ法を説く弥勒という名前の如来が現れて、その時は1回目の彼の説法でいきなり90億、2回目でまた90億、3回目で90億、あっという間に高い世界に、高い意識状態に行く、そういった時代がある。かっこ、私の時代はそういう時代ではないか、かっこ閉じ。釈迦の時代は完全に悟った人は90億どころか500人と言われて、500人のアラハット、500羅漢として、日本でもお寺とかでその500の、ね、仏像があったりするんですけど、まあそういった人類の成長のプロセスを予感した、予見した、これが仏教界その釈迦尼っていう、まあ、人物だったんですね。でそういったまあ思想っていうか教えも開祖が説いてるから、その後の仏教の教学っていうか思想では、人は輪廻しながらだん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 仏様に近づいてくるんじゃないかと、そういった考え方、これがあるんですね。まあ、インド思想はそうですね、インド思想を前提とした近代スピリチュアリズム、近代のヨーガ指導者なんかも、人間はそのたくさんの生まれ変わる中でだん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 意識レベルが上がっていって最後悟るんだ、今はこの人間の世界にいるけど、そのうちより高次元の世界に行って、さらに高次元で意識だけの世界に行って、最後には真がパラアートマンと言われている本当の自分の意識の世界に到達する、そういったヨーガの考え方もありますね。でも全部これはですね、そういう考え方がありますという思想哲学のお話で、それが事実なんですと私が言ってるとか言う能力があると思ってるというわけではないので、それはもうご了解ください。まあ、ただこういったね、思想の話は結構面白いですよね。自分も死んで生まれ変わるとしたら、その生きるってことは一体何なんだろうかと。でこれは思想宗教においては要するに非常に重要なテーマで、神様は何でこの人間を、そして地球を、宇宙を作ったのか、何のために私たちは生まれては死ぬ、生まれては死ぬってことをやってるんだと、生まれるのになんで死ななきゃいけないんだと、無意味ではないかっていう考え方、これもある。簡単に言うと、生まれた人間にさまざまな苦しみがある、そして最終的には自分を失うという最大の苦しみ、死というものがある、これは一体何だと。そこで死んでも終わるわけじゃなくて、来世があるってことで一つの救いっていうのが、まあ来世とかあの世とか輪廻ってことだと思うんですが、じゃあ今度来世があるとして、じゃあ一体こうやって繰り返していくのは何でだと、そういうことが出て、でそれが無意味ではなく学びの旅なんだと、そういうような考え方、これが出てくるっていうのは自然なことなのかなって思いますね。生きる意味を感じないとなかなか生きにくいのが人間の中で、生きても死ぬっていう現実を生まれ変わり続けるっていう形に解釈して、生まれ変わり続ける意味というのは何なのかとなると、究極の人格の完成、まあ意識も宇宙との合一、宇宙の中で生まれ変わる中で
最終的には肉体さえも超えた宇宙との統一、ブッダの悟りの境地、ニルバーナへの到達、これが生きる意味なんだって感じで、仏教教祖釈迦牟尼はですね、なぜ宇宙ができたのか、そして宇宙が今後どうなるか予言は必ずしもしてません。西欧というか一神教、ユダヤ、キリスト、イスラムはご存知の通り、宇宙は神様によって作られた、神様という絶対者、超越者によって作られた。そして新約聖書になると、宇宙は最後の審判を迎えると、要するに悪いものがはびこって、それを少数の良いもの、キリストを中心にした良いもの、これが滅ぼして千年王国ができた後に、今度はその人類社会自体がなくなって、天国と地獄に分かれる最後の審判があるってことで、この宇宙は消滅、終末を迎えて、宇宙全体が迎えるっていうか、人間の世界というか地球が終末を迎えるんですね。で、天国と地獄、これに分かれていくと、そういうような終末思想っていうのを持っているわけですね。だからキリスト教的な考え方では、なんで生きてるんですか、最後の審判を経て天国に行くためです。で、なんですね、その信者の方にとっては。で、全体的に言うと、神がそう最後の審判をする過程が生きるということで、最終的にはここで生きるんじゃなくて、天国か地獄に魂を選別する、そういうのが、生命体が生きている意味です。その中で神に従って良いことをする、神との契約を守るものを高い世界に、そうでないものを下の世界に導く、そういったプロセスが宇宙の意味だということになるんですが、まあここら辺はですね、各宗教がいろいろ解釈するわけです。お釈迦様はなぜ神が宇宙を作って今後どうなるかに関して予言していない、予言してないっていうのは、人類がどん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 進化して弥勒の時代がやってくるってことを予言してますが、その後どうなって宇宙がどうこうああこうってあんまり言ってないわけです。釈迦はそういう人でした。そういった議論してもですね、単純な何ていうか決着がつかないことに関しては議論はしないっていう考え方でね、そんな議論をしてると修行する時間がなくなって、生きて修行して苦しみを取り除く時間がなくなる。それは意味がないと。病人を目の前にして、病人がそのどうして病気になったのか全て知らないと。そしてこの病気、薬を与えた後どうなるかを全て知らないと、薬を与えることができないって言ったら病人は死ぬと。だからまずは苦しみを取り除く私の教えを、心の病を治すダルマ、もう妙薬だと考えてそれを摂取せよ、余計なことばっかりたくさん考えてると時間がなくなるというような考え方を持った人でした。だからこういった刑事業学的な話はですね、 ほどほどにして、それは知的なエンターテインメントかもしれないけど、最も重要な人生、安定した穏やかな温かい本当にでの幸福感を持って生きることではないかというふうに説いた人物です。だから仏教の視点から、なぜその繰り返し繰り返し輪廻していくかということを、そのゴータマシッダッタという仏教解説が直接的に説いたことはないと思います。ただ仏教は工学教学の中で自分なりにですね、そういった思想を発展させたってことはある。で、仏教の姉妹であるヒンドゥー、バルモン、ヨーガの方は何かというと、実はこれもですね、各宗教宗派があってですね、宇宙がなぜできて、なんで我々苦しんでいるのかの解釈がいろいろ違うんですが、最初期のヨーガですね、古代ヨーガっていうか、それにおいてはサンキャニ言論っていうのがあって、この宇宙は二元であって、その皆さんの心の中核である真我の集まり、プルシャと、それからそれに働きかけて皆さんをこの世界にその導き入れたプラクリティ、自称っていうものがあって、これはサングナっていうときもあるんですが、こっちがですね、そのおせっかいな慈悲を持って皆さんの魂に働きかけをし、でその魂とインタラクションして、その爆発でこの世界がビッグバンが生まれて、いろんな経験をして、で水も辛いも経験させて、もう一度その原初の状態、つまり悟りの状態に戻そうとしようとしているんだと。原初の状態は体も地球も宇宙もない状態で絶対状態だが、その絶対状態がいかにいいかってことを分からすために、そうじゃないその生、生きる死ぬを繰り返す世界を経験させて、そこでその苦しみの果てに元の状態に戻る、ね、獅子が我が子を先人の谷に落としてもう一回戻ってこいっていうのがあるんで、なんで落とす意味があるんですか、このまま上にいればいいじゃないですか。いや、落とした後自分の力で這い上がってきた人間は
落とす前とは別なのであっていうような考え方でこうぐるっと回って大きく成長するみたいな考え方を持ってるわけですね。まあなんで死んで生まれ変わって死んで生まれ変わって同じことを繰り返して意味ないじゃないかって言っても宇宙の神様の視点からはそうではない、とこれは鍛えるためなのだと、そんなおせっかいやめろ、最初から幸福だったら幸福でいいじゃないかって考え方が、もう一つ別の考え方は神様自体が実験してるのだと、神様の状態と神様が落ちた人間の状態ではどう違うのかを知るために、神は自分を知るために神でないものとの比較、これを求めたっていうことなんですね。皆さんもいろいろと実験はされると思うんです。自分の体をですね、鍛えるためにですね、歩いてみたり走ってみたり、そうすると皆さんの体の中の細胞どうなってますか。足の裏の細胞とか微生物はとんでもなく苦しむわけですね。で、宇宙全体で宇宙を支配する神様が宇宙を使っていろいろ運動して実験したりすると、その中の細胞である我々はですね、大変苦しむってことがあるんですけど、それは別に神様として悪気があってやってることじゃなくて、お前たちが自分の体の中の微生物にやってるのと同じことを、私宇宙の神がお前宇宙というの細胞にやってるのだからのどこが悪いかと、私は真剣にエクササイズやってるのである。まあ、宇宙のサイクルの中で宇宙の神様が宇宙を自分の体として使う中で、その中の細胞が生まれては滅死、生まれては滅死しているけど、お前の体の中だってお前の運動によってたくさんの微生物が死に、そしてお前の力でたくさんの微生物が生まれ宿され、そして細胞は毎日壊れては創造し、壊れては創造され、だどこが悪いかどこか違うんだ、そういう考えですね。これは人間の体という小宇宙の神が人間で、そしてその人間の体、小宇宙が大宇宙と連動しているという思想哲学です。以上、キリスト教、一神教の世界、宇宙は最後の審判を目的としている。それからヒンドゥー・バロモンの宇宙は先人の谷に落とされた魂が力強くたくましく大人になる成長のプロセスである。それから宇宙は最後のスピリチュアル的な考え、神という大宇宙と人間という小宇宙の連動の中で、神がそう何かの実験をして何かを知ろうとしている、いや実験さえもしてない、学ぼうとなんかしてない、単に楽しんでいるんだと、遊んでいるんだ。仏教の経典の中にはそのこの世界が神の神聖なる遊戯であるということを悟ったら分かる。神が神聖な遊戯を楽しんでいるんだ。楽しんでいる中で我々は愛する者と別れる苦しみ、そして自分さえも失う老いや死ぬ苦しみを経験して、とんでもないなって思うんですが、しかし悟ると宇宙と合一しちゃって、ああこれは神の神聖な遊戯なんだ、神は遊んでるんだ、そう小宇宙である自分の体を自分は遊びで使ってたというのが同じなんだっていう、自我執着を超えると神に対する恨み怒り、これがなくなるっていうことですね。神の神聖な遊戯だ、その神聖な遊戯の中で人が死んだり悲しんだりしてることをなんか受容しちゃって、それが神が神聖な遊戯の中で自分の中の細胞たる生き物を悟り下脱に導くかのような、そういった神聖なっていう意味ですから、悟り下脱に導く、でもそれは遊戯の形を捉えて行われている、まあそういうような理解に至るっていう人もいるっていう。まあ普通の人間は生きて死ななきゃいけない、なぜか辛いこともたくさんある、この世界には神も仏もない、いやいや渡る世間に鬼はなしという、なんかここで揺れたりしていろいろ悩んで生きてますけど、そういうものが超越してしまった自分、自己に対する過剰な愛着がなくなった、悟った人は宇宙の神様と合一し、この世界が神様の神聖な多くの生き物を悟りに導く遊戯だと、そういう試みなんだと、そういうふうにも感じられる。これとにかく感じたってことだけであって、それが真実かどうか誰も分かんないです。宇宙の始めから終わりまで生きてる生命体っていうのはありませんからね。ただまあそれぞれですね、結局こういう哲学がなんでバラバラにあるかっていうと、その人の性格によってその世界をどういうふうに感じたいかによって違ってくるのかなと思うんですが、自我執着、これが強ければ神に対して恨みとか悪かも、悪かもしれません。この人生はいろいろ苦しいですから、自我執着がなくなると別の視点でこの世界っていうもの、そして世界をコントロールする、神がコントロールしてしたならば、神はしたならば、そういった視点で神というのをどういうふうに捉えるか、これは普通の人と違ってくるんだっていう、まあということですね。